何のつもりだ。目が覚めたぜ。何だと。俺はお前を倒す。それが今俺がすべきことだ。だが俺が死ねばお前も。そんなことはどうでもいい。清十郎が思い出させてくれた。俺はここから逃げてはならない。俺はお前を斬る。それが俺の信じる道だ。やはりそれがお前の答えか。ならば俺がお前を斬るのみ。宮本武蔵。あんたはもう用済みだ。来い。ぶっ殺してやる。死んでもらって。どうせも楽にしてやるよ。Yeah!
お前ならやると思ったぜ。すまない。え？俺はお前の兄を切った。許してくれ。ありがとう。吉岡を守ってくれたのはあなただ。兄も最後にあなたと戦えて本望だったでしょう。